えた部分を各自重点的に練習してきて。はい。あー疲れた。見事に全員汗だくだな。ほんと最近急に暖かくなったからそれもあるのかも。私着替えてから帰ってもいい？もちろんよ。ただその前に今日はロックから話があるわ。ロックさんから？なんだよ改まって。実は今度やるフラワーブルーミングジャムっていうフェスでプロのバンドのサポートをすることになったんです。プロのサポート？ロックさんすごいです。あ、でもバンドの方から指名されたとかじゃなくてギャラクシーのお客さんの紹介なので。サポートは大体そんなもんだぞ。私も最初の頃は親父に紹介してもらってたし。ちゃんとロックの実力が認められたんだよ。ありがとうございます。でも学年が上がってから忙しそうにしてるのに大丈夫？少し悩んだんですけど、レイヤさんやマスキさんみたいにサポートの現場でいろんな経験を積んでみたくて。これから GBT やジャパンロックフェスもありますし、もっともっとギターが上手くなりたいと思ったんです。そっか、頑張ってねロック。はい。そういやフラジャムってレイも出るっつってたよな。うん、私もサポートだけどね。ロックはなんてバンドのサポートに行くの？ミラードリームズっていうガールズバンドです。学生の頃からずっと同じメンバーでやってきたそうで、デビュー前に作った楽曲を今でも大切に演奏してるバンドだって教えてもらいました。なるほどなるほど。それだけでメンバー同士の友情を感じられて素敵ですね。ミラードリームズ。ミラドリって呼ばれてるフォーピースバンドだよね。アップテンポな青春ソングを売りにしてる感じの。最近ギターが抜けたって聞いたけど。ギターが？それでサポートの方の練習はいつから始まるんです？今週末からです。演奏する曲の音源はもらってるので、もう自宅で自主練はしてるんですけど、練習当日までに完璧に弾けるようにして、ミラドリの皆さんのご迷惑にならないようにしないと。ロックさん、やる気で瞳がメラメラですね。ロック、やるからにはラスのギタリストとしての実力をきっちり見せつけてください。はい、ラスの練習のスケジュール調整、本当にありがとうございます。自分のギターでどこまでやれるか分かりませんが、全力で頑張ってきます。
しくお願いします。よかった。音源通り間違えないで弾き切れた。今の演奏どうでしたか？音源と同じように弾いただけなので、いろいろ調整するところはあると思うんですが。よろしくお願いします。